はい、おはようございます。今回も実はまた乗ることになりまして、その理由はですね、今乗ってます18歳の荒尾くん、フォーミュラしか乗ったことないんですが、彼のまあなんていうんですかね、ちょっと教育係っていうとおこがましいですが、まあいろいろ経験だけは積んでますので、まあ教えられることがあるかなっていうことでもう一回乗ることになりました。ちょっとただリアの方に回ってるぐらいるかな。今時の速さ教えてもらってる。特別だった。いいな、あら、いい体験だな、さすが。では攻めたんですけど、もう2コーナーでリアが先に出ちゃって、そのタイヤが来てなくて、2周目も若干リアタイヤはなんていうの、まあ、安定しない感じ。いきなり予選練習で20秒切ってますから、まあ、いいんじゃないですかね。この車のタイヤは1周しかないんで、アウトラップ走ってその翌週にアタックラップに入って、で1周終わったらもうピットインなんで、まあ、その1周をしっかりとまとめきって、あのミスなく走りたいと思います。前回のモテギから車のセッティングとか新しいパーツを投入したんですけど、今回試しにスタビライザーを追加して、まあ、全体の剛性を上げるっていうことを試してて、まあ、そのスタビライザーに合うための足回りっていうのも新たにやらなきゃいけなかったので、まあ、それにちょっと時間がかかったかなという感じです。
やけに乗りやすい。グリップなんか良かったですね。ちょっと余っちゃったぐらいで、あ、なんかもうちょっといけたなって、あんまり精度高いアタックしなかったです。そうですね、まあ想定よりもタイムはだいぶ速かったんで、ちょっとびっくりしましたけど、周りも結構タイム上がってるから、多分コンディション分もあるし、まあフリーから予選に向けて変えたことも良かったんで、はい、ひとまず。あのまとまって良かったですね。はい、130は5で引っ張ってもリミッター当たんなかった。当たるか本当ギリギリのところ、まあまあこれですか、そんなわけない、結構ブレーキ踏んでる、逆にそこまでの速度伸びてる感じだったから、ブレーキ踏んで、まあ、ちゃんとちょっと曲げてっていうのを結構切り分けてあった。このままふわって入っていったら多分なんか起きそうだったから、130たまりみたいのは、いや全然うまくできなかった。うまくできなかった。1周目から1コーナーリア出ちゃって、もう入れるっぽい。あ、本当？そうかそうか。まあまあでもまだ2本目だからニュータイヤ。楽しいです。乗ってて楽しい。攻めがいもあって、まあ、その暴れた車をその自分でコントロールできるっていう楽しさがあります。いや、やっぱりね、なんだかんだ言ってたくまさんはね、乗りたいんだよね。これに乗っちゃいますか。楽しんでますよ、外から、はい、生徒たちは立派にね。いや、まあもう大津はもう講師だからいいお手本になってるし、まあ、でもアラオソータもね、今回初めて でしかも予選がまだ入隊2本目っていうね、まあ、その中ではもう本当に大津にコンマ数秒まで迫ったので、素晴らしい上出来の走りだったと思います。まあ教え方もいいよね。いや、本人が早いだけだと思いますよ。器用に順能力が高いんで、すごいね、はい、すぐ2日目だもんね、はい、なので本当すごいなと思いますね。素晴らしい。ここでおじさんが足を引っ張ります。いや、大丈夫です。いやさ、ピットロード出たところであと2分ですって言われたらさ、エースドライバーが2分17秒しか出ないのに回ってこれるわけないじゃん。あの、いや、良さそう、ちょっとフロントを変えたんだけど、良さそうな感じなんだけども、まあタイヤが全然冷えて温まったぐらいなんで、あのタイヤが垂れてきた時にどうかを見たいわけで、それはまだ分かんないです。富士からですか。そうですね、富士の24時間から、はいはい、第2戦から参加されてるんですけども、ウチナジレーシング代表のウチナさん、はい、こんにちは、はじめまして。ホンダの N1 軽自動車の N1 オーナーズカップで、知り合った人たちで結成したチームです。スーパー耐久、やっぱホンダ車増えてくれるのがあの我々も狙いなので、一人でも仲間が増えるのでいいことですよ。そうですね、ぜひホンダさんにはですね、いろんなユーザーのためにまあ、アフターパーツというかレースのパーツを、出していただいて、もし、ミッションは一番私のどもの会社で得意なところなんで、レース用のミッションを作れということであればすぐに作りますので、図面が欲しいなというところですね。はい、わかりました。どうもありがとうございました。決勝よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。
と本当天候が難しくて、まあ路面もなんだろう、多分すぐに乾くと思うんで、スリックタイヤで行って、まあ、ホームストレートはちょっと乾き始めてますけど、まだ西コースとか結構雨量が多いと思うので、まあ、序盤はかなり気をつけながら、ちょっとマージン取りながら行って、中盤から後半以降に、標準を合わせていきたいなと思ってます。それではスタートです。5時間の決勝レースです。よろしくお願いします。5時間の決勝レースです。さあ、リーフスタート。タイヤは結構生きてるんで、表面を冷やすとどんどんグリップ復活するから、そこで繰り返してるとペースは維持できます。了解です。後ろから追い上げてきたんで、ちょっと僕も意地張っちゃった部分も少しあったりして、お互い怖い思いして結構いいバトルもできたかなと思うんですけど、
入れます。はい、はい、初レースワンシティと終えてどうでしたか？ジェントルマンさんが走ってる中でそこに詰まって自分が抜けなかったんですけど、まあ、その後、まあ、同じシビック の、 車に抜かれてしまったのがちょっと残念ですけど、スプーン号、そうですね、まあ、でも単独で走った時のペースはスプーン号より良さそうだったんで、クリアラップが1周でも取れればいいなとは思ってましたけど、なかなかそうはいかずでした。まあ、昨日からのフィーリングでいうと、あのタイヤのタレとタイム的にはすごい全然いいのかなとは思います。じゃあフロントの打の効きは良くなってるかね。打の効きは、まあ、切れば切る分曲がる、まあ、もちろんタイヤの摩耗の限界もありますけど、まあ、でもその中でもしっかり曲がってくれました。誰乗ってます？それは今山田さん24秒後半ブレーカリアバンパーが結構大きくめくり上がっちゃってるから、ちょっと一回入らないといけないから入ってテーピングしてすぐ出す。マジかーだー。前で止めて作業するね。前で止める。リアバンパー左後ろが押されて何回か当てられてで割れちゃってる。111番だ。すいません、111番ですね。ホームスレッドでなんか追突してきました。どんな感じですか？あとね、最低でも15分ぐらい引っ張れれば最後桂さんでフィニッシュまで行ける感じ。桂ですけど、俺の時タイヤ新品だよね。牛乳ですよ、牛乳。まずこの週ボックス、この週ボックス。言ってたもんね、無線でね、危ないってね。まあ、ブレーキングじゃなくストレートで
なんかぶつかってきたんで、あんまり理解しにくい状況だったんですけど、まあ、あのピットインした時に修復と給油をして、ストップピットストップの回数を1回減らすことができたんで、後ろにいるボーリンスとエイトレスのヤリスは表情で争いしているので譲ってあげてください。まあゴールしましたけど、まあね、自分のパフォーマンスのなさにねちょっとねがっかりしたね。引き出しがないわ本当に。また今回もいっぱい乗った。そうですね、結果的にいっぱい乗りました。はい、まあ一回当てられちゃって、結構大幅にロスしちゃったので、まあ防ぎようもなかったんで、もったいないんです、しょうがないんですけど、本当もったいない接触だったなと思います。ただみんな無事に終わっててよかったなと思います。この機会をいただいたことで、11月に行われる、まあ、ライズのレースでも、まあ、前線より自分が引き出し増えていると思うので、結果につなげられたらと思います。いや今日は、まあ、アラソータのねやっぱり S 帯デビューもあったし、まあ、オーツはもちろんホンダのトップドライバーですから、まあ、そこに近づける走りをね勉強したという意味でもすごく良かったのかなと。はい、だから桂さんもね最後までしっかりとありがとうございました。はい、どうも皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お待たせいたしました。ただいまより ST9 クラスフューチャーズアワードの表彰式を始めます。